はい、このようにですね、少しずつシニエーサーにならしていくためにピンセットで掴んで餌をあげる練習しています。食べてますね。今ピンセットで餌をあげたのはですね、ピンセットから餌がもらえるよっていうのを分かってもらうためにやってるわけです。どうかね、慣れてくれればいいんだけどね。最近はこのようにですね、普通に私が近くに来たら餌をくれるもんだと思って寄ってくるようになりました。終わったかなという感じでですね、また生き餌を今あげてるんですけど、死に餌あげれるようにちょっとずつ慣らしていきたいと思ってます。またですね、いろいろエギングでどういうエギが好きなのかとか、どういうエギによく反応するかとか、そういうのもですね、協力しながらどういうエギが一番釣れるのかなっていうのを試してみたいと思ってます。あとヤヤン釣りですね、ヤヤン釣りがどういう風にかかるかっていうのもちょっといろいろ試したいと思ってます。また見ていただけたら幸いです。よろしくお願いします。